青年団に所属している菅原直樹です。今岡山県で介護と演劇を結びつけた活動、老いと演劇老いぼっけしを主催しています。肩書きは俳優と介護福祉士ということで、93歳の俳優と一緒に芝居を作ったり、認知症の人との関わり方を考える演劇ワークショップなどを行っています。岡山に移住してから改めて演劇の力を実感するようになりました。介護現場で働きながら演劇活動をすることによって、高齢の方々、介護をされている方々、さまざまな方々と出会うことによって新たな演劇の可能性を見つけることができたんではないかなと実感しています。演劇という視点で世界を見つめ直す姿勢は、大学時代に織田さんから教えてもらったことです。この姿勢を身につけたことによって、僕は今地域を、介護現場を楽しむことができているんではないかなと思っています。この度青年団が豊岡市で新たな劇場を作ります。地域には様々な課題があります。劇場が様々な人々との出会いの場となり、演劇が課題を解決する創造の 場となることを期待しています。青年団と織田さんの最初で最後のクラウドファンディングです。地域における新しい演劇の形を僕も一緒に見てみたいなと思います。皆さん、ぜひご協力よろしくお願いします。